僕はあのバイク原付を16歳で取ったんですよ、うんうん、すぐ取って、うん、で結構乗ってたんですよ、うん、だから友達に誘われて、うん、ピザの配達をね、あバイクが使えるからね、そうそうそう、うんうん、で近所だったし、うんうん、チリには詳しいバイク乗ってるから、ね、うんうん、と思ってやったら、うん、地図が読めないことに気づいて僕ん時は30分で運ばなきゃいけないのを、うん、いや今も大体まあまあそうか30分近く、もうああいう時ってもう30分に追われるわけですよ、うんうん、だからあれ危ないしなくなったんですよ、あ今システム的には30分でっていうことは言わなかったね今ね、そう、うん、で30分過ぎると本当に半額になったりとかしちゃうんですよ、うん、当時あったね昔ね、ありましたよね、うんうん、キャンペーンみたいので、うんうん、で僕はもうその時にどうしようと思って、うん、30分経っちゃった、うん、30分経った家に送ったんですよ、うんうん、いわゆる送り30分までにそこに行かなきゃいけないのにたどり着いてない、うんうん、だ30分経っちゃったところの近くの家に送ったんです、届けたピンポンって押して関係ない家に、はい、頼んでない家にピザですって言って嘘だろみたいな顔してるんですけどそうだよ、頼んでねえよって話だろ、何名いくらです、3000いくらですお願いします、うん、買ってくれました、買ってくれたのなんか来ちゃったけどピザっつってで俺はもうなんか一仕事終えたな的な感じで帰ったらすんごい勢いで先輩とすれ違って、うん、俺先輩どうしたんだろうって言ったらもう帰ったらもうすごいパニック映画みたいになって、ピザがなくなった、並川もいなくなったみたいになってて、ね、なんすかみたいな、なんすかじゃねえよそん時はね、幼いその16歳の大輔くんは、うん、ねまずはとりあえずこの代金を持って帰ってお店に持って帰んないとやばいっていう、そういうことだった、この判断のもとそのわけわかんない行動を取ったんですとりあえずどこの家でもいいこのビザ買ってくださいそうそうそう3000円ですあ買ってくれたって、そう町売りの少女的な感じになっちゃいました突然の向いてる向いてないってあるんだなと思いましたね、勉強になりました。